パートに関しては普通に監督の職がまだあるのが不思議なぐらいですからね。だし、こんだけのチームにね、あの、しちゃってるし、あの、就任する前から分かってる状況じゃないですか、チェルシー。なのに、それでこのチーム状況になった時に、チェルシーは我慢が足りないみたいな、なんかこう、何人も監督官の良くないって。この状況で言ったでしょそれって相当客観性ないっすよね。 わかるけど、今のランパードだけは言っちゃいけないことだよっていうか。だってそれわかってて就任したんじゃんっていう。しかも、一回監督あなたやってるしっていう。そう、だからそれ言っちゃう人が合理的な判断だったり戦術戦略を取れるわけがないんですよね。でもう本当、チェルシーは今もういる選手は、ああ、エンツを今後も伸びそうだなとか。 ねチアゴシーバー頑張ってなとか、判ンは素敵だなとか、アスピリクエット真面目そうだなとか、お花組んでみたいだなとか、うん。ケパーめっちゃ止めるようになったなとか、スターリングがお尻プリプリしてんなとか、なんかそういう感じで、一人一人のいいとこ見つけてね、楽しんでいくみたいな感じになりますね。チェルシー・ランパードでもう式は上がってないと思いますけどね、僕最初の就任だったらあれだけど、もうランパードのそのね、選手時代のマジックはもうないでしょう。うマジックというか、その時の賞金。 僕が一人チェルシー連れてくるんだったら、トゥエルですね。っ、うん、ていうか、トゥエルはあの状況にしなかったですよね、僕だって。トゥエル来てくれんのみたいな。トゥエルが欲しい人を取ってくるだけですよ。じゃあなんでランバート選んだんですかそう、だからそういうのをやってるオーナー人だから、オーナーとスタッフ人だから、だから今後これをあの糧にできるかでこういうことやっちゃいけないっていう。 なんでそんなことしたのっていうの歴史がさ、いろんな人で証明してんじゃん。でなんでそんなことしたのって人たちはやっぱ滅んだりうまくいってないじゃん。スターリンが意味ないタイミングで降りてきてやっぱ監督変われば選手ってやりたい放題する問題。あ、そうっすよ。夏に呼びたい監督いるからね、今呼んで便利づいできるというか。それだったらポッター残しといていいだろうっていう。ありますか ホッタが100サポート受けてね、言うこと聞かない選手は出れないよっていうふうにすればよかったけど、それもね、大金で取ってきてるからそういうわけにもいかずとかいろいろあったんだろう、ね。そうだからもう、初手からミスってるから、そういうなんか、マネジメント面の将棋でさ、で将棋でね、一回動かしちゃってもう、うわ、あの一手がおかしなことになったらみたいなあるじゃん。なんかそういうのが、 ね、3点4点ミスってて、もう取り返しつかないから、じゃあもうボッター解任でてするしかなかったみたいな。勝手に大手飛車取りされる状況になってたみたいな。この監督提唱したなって人い,いますかランパートが一気に良くなることがないでしょないですね。ないけど、いい監督が、戦術的にいいとか修正できる監督が全部勝つわけじゃないからね。だってね、ワールドカップがね、そうじゃないですか。で、ランパートだって2位まで行ってた時期あるから。 スールシャールだって2位までの時期ありますからね。だらその悪い時にどう直すかとか、チームをこう持続的に成長させたりとか、強くするかっていう能力はずっとつかないと思います。で、今、チェルシーがランパードに求めてることは何なのかなですよで。おそらく、あれじゃないですか。もう、スポーツエクターのビベルが連れてきたい監督までのつなぎじゃん、暫定で。チェルシーの今の選手たちを、まあ、 しっかり言うことを聞かせられて、チームの強度を上げられて、みたいな。だから、あの、うん、ランパートに期待することって、あれに近いと思うんだよね。ショーン大地強度高く守備して、カウンターして、みたいな。もう、シーズン途中で就任してさ、細かい戦術なんて無理だから、チェルシーのレジェンドで、あの、選手からのね、リスペクトがあって、みたいな。問題は、ポッターがバカにされてるっていう。で、分析担当の人たちからも悪い報告受けてるっていう。 内側、外側からダメっていう判断をされて、で、スポーツヘクターは夏にナーゲースマン呼びたいってことですよね。じゃなかったら普通にちゃんとオーハー出すから。で、ランパードじゃあチェルシーで何したかっていうと、トゥヘルに変わった時に僕もずっと言ってましたけど、ランパードはもうチームが調子いい時に強度が上がるだけで、それでもね、あの、調子悪くなった時とか選手をさ、攻めるような発言してそこからね、悪循環になってみたいな。 戦えてなかったみたいな。確かに戦えてない選手はいるんだけど、戦えるような形を用意してないのもランパードだったからね。夏なぎで、あのー、やってくれるもしかしたら、これ、成績良かったら夏からやらせるか。も正直、その気持ちはほぼないと思います。もう、第1ナーゲルスマン、第2セン理系だけど、うん。ルイセ戦理系よりも夏だったらナーゲルスマン来る可能性あるから、で、夏にナーゲルスマン来なかったら類戦理系呼ぼうっていう。 ルイセン戦力冬に就任させて、またお金かかるよりは、そのランパードで暫定でやらせるっていうところでしょね。今、ランパードに期待することは、これ以上ひどくしないこと。で、ここに僕自身の見立てを一つ入れると、ランパードも、いろいろ言っちゃえば、ナーゲルスマンがもう決まりで、ポッター解任したんなら戦略性があるんですけど、ナーゲルスマンが来るかどうかわかんない状況で、ポッターを解任したわけじゃないですか。 で、右往左往を押して、結果ランパードっていう、まあ、前世の時に失敗したりとか、まあ、ね、失敗の仕方も悪い人。結果が出てないんじゃなくて、結果を出そうとする過程が良くなかった人だから、その人呼んじゃうっていう、その戦略性の方が気になりますね。これ、もっと悪いのが、選手ってやっぱ舐めるもんなんですよ、監督を。基本的には。だって、選手の方が偉いんだもん。選手には価値があるんだから、クラブからしたら。 これ、今日、初めて来た人のためにもう一回説明すると、選手は売ったら移籍金が生まれるから、クラブは大事にするんです。で、監督は売っても、基本的には移籍金なんて入んないし、あの、ね、それこそポッターのパターンだったから、お金入ってきただけで。選手からしたら、俺の機嫌損ねていいのっていう話なんですよ。で監督が、選手と揉めます。選手は出て行きたいって言います。他のクラブは、え、使わない人ですよね。じゃあ安く売ってくれますよね。って感じは、足元見ます。 結果クラブからしたら100億で売れる選手が20億、30億になってね、その分の損失になるってなるでしょ。この理屈知ってたら選手が偉いです。でもそれでもこの人のもとで戦わなきゃって思わせられるような人がビッグクラブでは監督になる。クロップとか、あの、ペップとかみんなちゃんと言うこと聞かせるだけの組織を作ってる。俺の言うこと聞かないと出れないよっていう。そこに実力があるから選手はしっかりその監督のもとで結果を出そうと努力する。で、 僕がここでチェルシーがやるべきだったのは、夏からナーゲースマンにしてもいいですよ。僕も見てて、3バックの時は良かったけど、4バックの,の戦術のプランの薄さというか、なんならないんじゃないかみたいな気になってたから、でもそれも、呼ばれて、オーナーが取ってきた戦力でさ、スカッとふる膨れ上がって、マネジメントできない中でやらされてる、オッター側のエクスキューズもわかるから、だから、まあ、道理で言ったら待つべきですよ、ね。で、これでね、暫定で呼んでくるのが、結果を保証する、請負い人的な。 人だったらいいんだけど、ランパードでしょ。だから戦略的に考えても、ランパードやらせるよりも、暫定で行くんだったら、ポッターにやらせて、夏から変えた方がいいです。そこの戦略性っていうのが僕は、今回のチェルシーの動きが気になりました。気になったっていうか、うん。なんか良くないと思いましたね。まあ、サポーターの人たちの考え的には、やっぱりね、チェルシーっていうクラブを愛するだろうから、そのクラブがね、した決断だったらね、まあ、それを支持するしかないのは大変。 だろうけど、ね、ええー、バートの補強と監督についてこれ。いや、いや、だからもうランパードはもうランパードだからね、うん、強度だみたいな監督だから。まあ、その時ランパードはもういいシステムで強度だっていうので。あれだからね、だから、で、補強に関してはもう、誰取ってこようがいい監督だったり、ちゃんと戦略練ってないとよくないから、まあ。人材揃ってるから、うん、それこそ EL 行ったりとかなんか残留とかなんかそれはあるかもしれないけど、まあ強くなることはないなって感じですね。 そう突き放したように聞こえたらすいません。ね、アシューコール、エバートのコーチは見ましたね。そう。あとはね、ランパードがチェルシー時代の失敗をどのぐらいね、生かしてエバートに落とし込めるかみたいな。ただ、エバートのね、監督の候補もそうだし、今まで選んだ監督もそうだけど、結局あそこは内側が変わんないと継続的に強くならないから、うん、まあ、ああいうチームをね、追っかけるっていうのは今のところあんまないっすよね。寂しいっすよね。強くなれるポテンシャルあるし、お金もあるのにね。もうさ、 クーマン、ロベルト、マルティネス、マルコ・シューバ、アンチェロッティ、ベニティス、ランパーズでしょ。もう一貫性のなさったライム誰でもいいんだもんな、マジで。サムアライダイスの時もあったっけマルコの前か。エバートンって役員報酬がビッグクラブでは多いみたいなデータって言ってました。おもろいね。エバートンなぁ。 ちゃんとした感じ、でもまあ上変わんないと変わったあれしな、ね。この選手たちがまあそれぞれいいクラブ行くんならいいかも。チアスレチックスに書いてあったのは、ランパードは選手のメンタリティとか魂的なアーセナル戦とかさ、実際に2キロ、あの、チーム全体の走行距離で少なかったことを挙げて、選手たちに気持ち感じられなかったみたいに言ったでしょ。あれがやっぱり選手たちの中ではなんだおいっていう風になってたらしいんです。で、僕もあのアーセナル戦見てて、あの、 確かに、えっ、ー、と、チェルシーの選手たちがベストパフォーマンスしてるとは言わないけど、それでも、ランパード自身がアーセナルの前からのプレスに対して、えー、必要な、えー、ビルドアップの型を作ってたようにも思えないし、フィニッシュワークにおいてももうちょっといい配置があるんじゃないかって話してたじゃないですか。で、選手たちは戦術的な指示がないことを不満に思ってて、で、ランパードは気持ち的に選手たちがチェルシーの選手としてふさわしくないことをして,してるっていうかの不満に思ってたみたいなのがアセチックの記事に出てて。だから、 まあ、現代の選手っていうか、今のチェルシーにいる選手たちと、ランパードのお互いの問題への解決のアプローチの仕方、違うんですよね。ランパードは精神面で一人一人が成熟すれば絶対いけるみたいな。ど、先日のよりも選手それぞれがベストなパフォーマンス出したら最高の場所行けるからって、現に公言しててそういう人。で、選手たちは、まあ、それこそハバーツとか、あのー、 ベルナーとかは、まあ、ドイツの戦術家の監督のもとでやってたところから来てる人だし、まあ、アチアゴシューバーとかもそうですよね、トゥヘルのもとでやったりとか、それぞれのルーツとか遡ってたら、なんかそういう監督に出会ってる中で、まあ、アーセナーとか強いとか相手にした時に、お前らの頑張りが足りなかったからって言われると、それよりちゃんと戦い方くださいよっていうのが選手たちで。でランパード目線で話を、僕はそう思ってないですけど、そんな小細工よりもお前らの気持ちだったりとか、チェルシーの選手として魂見せるというのは大事だろうって。 この二つが一緒にやってたら、それは選手の調子いいときは、ランパートも気持ち見せてるっつって、タック組めるけど、そうじゃなくなったときに、選手は監督の戦術がないで、監督は選手の気持ちがないって言って、こういう状況になるんだなっていうのは、まあ見てる側と J アスレチックの方の記事から照らし合わせても、ここはすごく合致する問題で。なってこれが、別に逃げんのんじゃないんですよ。共存させられるんですよ。 監督は選手に気持ちとかあの普段の行いとか態度とかそういうとこを求めで自分は戦術を提供するっていうで選手は監督からそういうことを求められてるからチームとか結果に対してコミットしてでなおかつ、えー、っと戦術を与えられてそれを遂行するって両方できるんですけど僕はチェルシーの選手たちがそんなに気持ちないとかそういうには見えなかったですけどまあ選手の気持ちも足りなかったりしてないしただ僕はそれ以上にランパードが その戦術的な整備をしてないっていうのは、まあずっと言ってたことなんで、この配信で。まあ、こういうことかなって思いましたね。